音の木坂学院の2年生です。スクールアイドルを見た瞬間、私もやってみたいって思ったんだ。スクールアイドル大好き。園田海、同じく音の木坂学院の2年生です。私はほのかが突然スクールアイドルをやると言い出したものですから、仕方なく。仕方なくなの？今も？そう考えたのは最初だけですよ。今ではほのかたちに負けないくらいの熱意を持っています。私たちはほのかちゃんが大好きだから、ほのかちゃんのやりたいことは私たちもやりたいんだよね。小鳥、確かに否定はしませんが。私は音の木坂学院2年生、南小鳥です。ほのかちゃんと海ちゃんは小さい頃からの大切なお友達なので、私も参加することにしました。海ちゃんは作詞を、小鳥ちゃんは衣装作りを担当してくれてるんだ。うん、毎日が楽しくて楽しくて最高だよ。ねえねえ、あなたは？うん、あなたもスクールアイドルに興味があるんだよね。あなたもスクールアイドルなの？そうだったんですね。では私たちは同志ではありませんか。作詞も作曲もできるなんてすごい。海ちゃんとマキちゃんとも話が合いそうだね。追いつけるっていうか、もう追いついてるよ。だってあなたももうスクールアイドルに関わってるんでしょ。今日は取材のために来てもらったけど、あなたと私たちは同じ道を歩いてる仲間だと思う。あなたが来てくれてよかった。私たちもっと仲良くなれそうだね。ですが、しっかり取材はしないといけませんよ。今日は次のステージの打ち合わせをする予定ですから、取材にはいいタイミングかもしれませんね。新曲の話し合いはマキちゃんが来てからだから、最初は何の話をしようか。ほのか、何かやってみたいことなどはありませんか？あ、海ちゃん、歌詞はすごくいい歌詞にしてください。すごくいい歌詞では何もわかりません。もっと具体的に言ってくださいと前から言っているではありませんか。だってすごくいい歌詞をお願いすると、いつもすごくいい歌詞が出来上がってくるんだもん。それはきっと海ちゃんがじっくり考えてるからだと思うよ。小鳥の言う通りです。すごくいい歌詞と言われただけで書けるわけありません。こーん、知らなかった。すぐには思いつかなくても仕方ないよね。ほのかちゃん、最近楽しかったことは何かある？楽しかったこと、昨日凛ちゃんと一緒にラーメン食べたら、凛ちゃんが替え玉じゃなくて別のラーメン追加したんだよ。ラーメンを食べ終わった後に麺を追加注文しないで別の味が食べたいにゃって言って別のラーメンを頼んだのが楽しくて、その、ほのか、その楽しさを他の人と共有するのは難しいですよ。ごめんなさい。そういえばこの間新しいパン屋さんを見つけたよ。カフェと一緒になっててすごくおしゃれなの。いいな、今日の帰りに行こうよ。すみません、次のステージの打ち合わせと言っていたのに関係ない話ばかりしてしまって。
まともな意見をありがとうございます。あなたのようにしっかりした人がミューズには少ないのです。テーマを決めてしっかり話し合うことはすごく大事なんだけど、まずは好きなことと向き合うのが大切かな。